これは遠い星の輝きの中に閉じ込められている果てしない時の向こう、人々が空を飛び回る術を知らぬ頃の世界に語り継がれていた一人の勇者の物語である。帝国歴34年、帝国の世界制覇に最後まで抵抗を続けたフィロセラは帝国軍の総攻撃を受けた。安全とは申せません。どうぞご退去。すでにフィロセラの命運は決まった。滅びの時が来たようだ。いいえ、私たちは海で生まれ海で育った民です。国は滅びようと海のある限りフィロセラは永遠です。海のある限りか。ウト、ゼナ、長い間の忠誠を感謝している。だが今一度わがままな願いを聞き届けてくれまいか。お前たちに託したいのだ、二つのフィレーナを。ウトよ、フィロセラ王家の剣、フィレーナと。この子フィレーナ、私たちのたった一人の子供、フィロセラただ一人の後継者。でもこの子には誰にも告げなかった秘密があります。ゼナ、それゆえあえて私たちはこの子にフィロセラの再興は望みません。ただ生き抜いてほしい、幸せな一生を送ってほしい。今はそう願うだけです。さあ、破滅の足音がそこまで迫っている。行くがよい。頼んだぞ。フィロセラの国王とお見受けするが。いかにも。我が帝国を敵に回し、よくぞここまで持ちこたえられた。称賛に値します。しかし帝国への反逆は許されぬ。覚悟はできている。この国は消滅する。歴史から、人々の記憶から。それはどうかな。
ヒロスラは消えても我々の生きた海は消えん。帝国が消せば消えぬものはない。それはやがて時が答えてくれよ。いずれにせよあなたの死は避けられる。伸びてしまったな。まだまだだ。生きねばならぬ。我々はヒレーナのために。何の変哲もないこの剣、私には重い。ヒレーナか。ゼナ、生きろよ。ヒレーナのために。お前もな。なるようにしかならぬ。今はそれしか言えない。また会える日もあるだろう。その日まで。ヒレーナ、よく見ておくがいい。海で生まれ海で育った民の国、お前のふるさとフィロセラ。新人戦に使われる武器は最新のものだ。お前たちに使いこなせるかどうかはともかく、新人戦には一般試合のような演出はない。試合は簡単だ。その中の一人だけ生き残れた者、それが勝利者だ。28度右後方。了解。飛ぶ、逃げる、これっきゃないのか。初めてのバトル試合だっていうのに。バトラーフィレーナ、バトル回避マイナス16点、攻撃ポイント0。信じまえか。確かに僕は死ぬかもしれない。カゲロウが飛ぶ、その命は一日と聞くけど、それに比べれば僕はマシなのかもしれない。僕は生きる。僕は死ぬ。僕は生きる。僕は死ぬ。お前の生き死にを決めるのは散ってゆく花びらではない。わしの教えたバトラーとしてのお前の能力が生死を決める。ああ、分かってる。僕、戦うために生かされているバトラー。手が甘い。それでは負けるぞ。負けはしないぞ。どうだ。やった。そうかな。勝てもしないけど、
勝てない。お前は死ぬ。自分から死ぬ気はないよ。でも死ぬ時は死ぬ。カゲロウだって人間だって、バトラーの僕だって、いつか死ぬ時が来れば死ぬ、ですよね。だからせめて試合の前の日は休みを取ってもいいでしょう。波のバトラーならば。だがお前は波か。それを言っちゃおしまいでしょ。そりゃ僕は小さいし力も強くない。その通りだ。だからといって最初の試合でコロリとやられたのでは、16年もお前をバトラーとして育ててきたわしの立場がない。指導者失格じゃ。それは困る。困ると言われても困っちゃうな。だって勝負は相手次第でしょ。相手が強ければ僕は死ぬ。お前が死んだからって言って殺した相手に文句は言えんしな。わしのためにもお前に生きてもらうしかない。それって随分勝手じゃありませんか。そう、なかなかに勝手じゃ。自分でもそう思っとる。ま、わしの勝手にしてもお前も死ぬより生きる方がマシだろう。そりゃそうだ。ならば練習じゃ。バトラーのこの僕の。構うな。何と言われようと今は逃げろ。相手の疲れを待つのだ。いつまで。あいつらは疲れるような球じゃない。いつまで逃げる気だ。失点が増えるだけだぞ。失点するとお前も責任を取らされる。お前も豚の餌だ。いつまで逃げろと言うんだ。僕はバトラーだ。立派ない真似をさらして死にたくない。あのバトラーの名はフィレーナ。身長160、体重49。あれの資料はいらない。次の試合はバラバ様が演出なさることに。あのバトラーはこの試合で生き残れない。それにしても近頃の新人はクズばかりだ。あんなチビ一人始末できんとは。三流の演出家には似合いの役者だ。だが飲む酒だけは悪くはないな。三流の脚本家にはもったいない酒だ。飲んべえに一流も三流もない。酒があればいい。飲みすぎると書けなくなるぞ。誰かさんの演出する脚本など飲まなきゃとても書けんよ。ならばワープロの前で飲めばいい。フィレーナ、あとワンポイントで失格。次、僕は臆病者でも卑怯者でもない。死ぬなんて怖くない。僕はバトラーだ。よせ、フィレーナ。うわー、腕が折れた。脆いもんだ。たった一撃で、たった一撃で僕は死ぬのか。とどめですか。仕方ないよね、負けたんだから。殺せ殺せ殺せ。フィレーナ、立って立って逃げろ。フィレーナ、目を覚ませ。聞こえるか、フィレーナ。聞こえてはいる。でも、もういい。逃げるのはもういいんだ。フィレーナ、起きろ。早く立て、立て。ごめんよ、僕はもう動けない。気をつけて、そこに花が。カゲロウまでいる。そうか、僕もカゲロウのように死ぬんだ。フィレーナ、どうしたんだ。しっかりしろ。眠いわ。なんだか生きて、フィレーナ。え、生きてね、フィレーナ。誰、まさか。生きてね、きっとね。女
の人の声。僕に女の人の知り合いなんかいない。いや、女の人。女の人、何なのか。この女たちの役目は今夜お前たちと寝ることだ。寝る？どうして？バトラーたちも所詮男、女を一度でも知れば生き残りたいと思い死に物狂いで戦うだろう、うん、それだけ試合が面白くなる。試合を面白くするためにこの人たちバトラーたちと寝るっていうの？いやとは言えん。女たちも奴隷だ。奴隷？お前も抱くんだ、このうちの一人を。いやとは言えんぞ、お前もバトラー。奴隷に変わりない。僕が抱く？女の人を？生きてね、きっとね。この声は、この女の人の声は昨日のリラ、リラ、そう、リラの。バトラーの部屋に入るときは声をかけないとね。どうしても攻撃してしまう。そう訓練されてるんだ。女の人が何の用？こんな夜更けに。どうしたんだ？わかんないよ、黙ってちゃ。あの。抱かれに来ました。え？だから抱かれに来ました。あ、そうか。それなら用事ないよ。あ、そういうの困ります。あの、私15歳です。若いです。抱いて損しないと思います。そういう問題じゃないんだ。じゃあどういう。私美人じゃないですか？え、うん、可愛いと思う。じゃあどうして抱かないんですか？いい加減にしろよ。いい加減にしてほしいのはこっちよ。いい？私奴隷の女の子なんだもん。命令に背いたら殺されちゃうんだもん。分かってるでしょ？同じ奴隷のあんただったらそんなこと知らないはずないでしょ？でしょ？だったら君を抱きたい人のところへ行けば。誰もいないんだもん。私余っちゃって、ここきゃ売るところがなかったんだもん。チビでチャチで弱っぽくて、明日負けるに決まってるあんたのとこしかなかったんだもん。チビでか。チビで明日死ぬに決まってる。あ、いえ、そういうことじゃないけど。負けるに決まってることは死ぬに決まってること。分かったよ。死ぬと決まった僕は、でも君を殺しはしない。え？君は僕に抱かれたことにすればいい。誰もこの中のことは知らないさ。誰にも言わない？約束する。そう。待って、君の名前は？リラ。でもどうして名前を？リラ、僕が君を抱けないのには訳があるんだ。訳？誰にも言わないでくれる？え、うん。僕はこの秘密を知ってるのは多分ゼナ爺さんと。今夜から私。うん。でも明日死ねば僕の秘密なんて永久に消える。誰かに知っておいてほしくなったんだ。それも僕と同じ奴隷の女の子にね。奴隷の女の子、私と同じ。死なないでね。簡単にはね。生きてね、きっとね。フィレーナ、フィレーナ、バカ、死ぬな。リラ、嘘つき、生きろ。フィレーナ、死んじゃやだ。僕、約束なんてしてないよ。困るよ。
こんな時に生きろなんて。あ、気をつけて足元。なぜあれほど言ったのに。とどめだな。いいのか、後ろに敵を立たせて。後ろだ。これが死ぬこと。いやだ、僕こんな死は嫌だ。嫌だ。蹴りをつけよう。望むところだ。残りはお前だ。防御シールドに異常、白熱光線使用禁止。何？今だ。ひねりつぶしてやる。僕は死なない。絶対生きる。試合が終わったようです。ああ、勝ったやつの資料を揃えておけ。それが勝利者はないようです。生きてるぞ。まさかあのチビがか。あれが勝利者。呆れた番狂わせだな。あの男の資料消してしまったか。いいえ、念のため取っておきました。名前はフィレーナ。帝国人にはない名です。フィレーナ。それで地方語辞典によると、フィレーナは海洋民族に古くから伝わる名で、意味は海の魂。海の魂。フィレーナか。僕は生きている。生きているよね、ゼナ爺さん。リラ、僕は生きてる。
優しい力で今僕らを抱いてる。生まれる前からいつも